おどす。キセルココちゃん、アマン。おどす。セブンファイヤーはお茶でやれっつー。磯部ありがとう。いらっしゃい。シン、おいちゃんまこつ、ありがとうす。アドレス、豚の子お茶店ありがとう。コンテありがとうな、アーマン。ブー。ゆうりちゃん、こんばんは。なんか俺の気のせいかもしんねえけど、最近さ、女子っぽい赤が意外といいね。いや、本当に女子かどうかわかんねえけどよ。俺あのアカウントチェックとかしねえからさ、モテるわけねえじゃねえかよ。今日よ、このぐらいまでしかこっち曲がんなかったんだよ。ここまで曲がるようになった。明日治ってんなこれな。ガラいらっしゃい。いやいやいや。ティンティンティン。今日はもう10時前か。さっきよ、放送終わってからよ、野球エマ、佐野くん、元気100倍、バイキンマンしてんのかよ。1000倍ぐらいかな。除菌も効かねえぜ。ふふ。ま、頑張れよ。おいよ、ありがとう。うん。暇だから。ちょろっとやって。香川でも行くかな、今日は。いつもあんつぶばっかりじゃ面白くねえから。入ってんの、香川バー。うん。大丈夫だ。明日には治ってんな、これな。は、また開けたのって見こよ。お前って張り付きじゃねえかよ、この野郎。いいけどよ。ガリク、おはよう。そうだよ、ちょっとうとうとしてたんだよ。うん。タレス、あ、文句言わなくていい。うん。ほっときゃいい。ああ。だから首寝違えたから向こうで寝ててよ。だから、ヨギボーでよ、1時間半ぐらい寝たよ。うん。そしたらよ、なんか、ヨギがヒュッて冷めて、じゃあ枠開けっかな。でもな、枠開けてもな、なんか、一人で家で雑談もいいんだけどさ。いいかピラー、こんばんは。いつもありがとう。
イカちゃん何やってんのよ。おうちか。ポジャックありがとう。今日夕方あんつぶ行ってきたよ。あらまあ。夕方からやってんの、あんつぶって。あ、7時だからぐらいからじゃねえの。あんつぶに行って嫌がらせしましょう。だって別に俺はあんつぶに嫌なことされてないから。なんで今なんかいるの、あんつぶに変なの。あ、7時か。それはもう、それは夕方じゃないもん。夜。オープンじゃんかよ。ジャストオープンじゃねえかよ。カズニー、案外同い年だから、昔から見てる。あ、俺のことを？ありがとうございます。そうなんだよ。一心不乱。ありがとうございます。俺のね、枠はね、あ、でも、イカちゃんもう帰っちゃったの？なんだよ。まだ南うろうろしてんだったら、飲み誘ったのに、いや、俺もそろそろ、まあそんな長いことはやんねえけど、1時間ぐらい枠やったら飲みに出ようかなと思ってたからよ。イカピラ？イカちゃんな。俺さ、基本的に飲みに行った先ではあんまり配信やりたくないんだよ。ちゃんみき名前は聞いたことあるけどな。顔が思い浮かばない。うん。有名じゃ有名なのか、その子は。トモさん、こんばんは。綺麗な子ですよ。多分、キャスの配信者じゃないだろう。ワッチじゃね？俺が売る覚えだから。おう、右へいらっしゃい。飲み始めか？コウヘイちゃん、お茶店ありがとう。綺麗な子ですよ。顔出し配信者？じゃあ、一回ぐらい見たことあるかもしんねえな。わかんねえ。俺もだろ。ベロベロやじゃねえよ。おい。ミコ？浮気配信者を全部ガンにしましょう。そういうのはさ、彼らもさ、なんか、アイテム投げてさ、いくらかの、その収入を得てるわけだからさ、な？そりゃよ、かわいそうじゃねえかよ。俺も含めてだけどよ、食いぶちなんだからよ。よっぽど攻撃的になんか言ってきやがったらよ、なろうとか思うけど、別に何にも俺に言ってきてねえのが、配信やってたら頑張ってねえって言うだけだよ。たかたか、閲覧200もいかんようになったんか。時間帯にもよるんじゃねえかな。でも、まあ、黙ってやってりゃ大体200は超えるよ。いやいや、普通に行くでしょ、あなた。いや、相手が俺に敵意がなかったら、そんな、あ、俺映さない方がいいよって言うよ。うん。旦那ちゃん、いつもありがとう。ミコね、そういう煽り方はダメだよ。お前の求めてるスタイルじゃ、もう俺はないから。さすまーた。
こんばんは。おっと、七原始まった。ニコニコ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、ヒコニー。アリーナ取れた？今アリーナとかじゃねえのかな、ニコニコって。わかんねえけど。俺はほら課金税じゃないからさ、大丈夫です。存在が嫌がらせだから安心してください。じゃあ別に移り込むことないじゃん。そこにポコっていりゃいいだけだからな。あヒゲぐらい剃れよ、みそぼらしいから。そう？いいんじゃね？チャンさん。それは、チャンさんは自分のヒゲを剃ればいいだけで、ここにいるリスナー別に、チャンマン別にヒゲ生えててもいいんじゃねえのって言う人多いよ。うん。その代わり俺バリカンで長さ調節してカットしてるから、うん、ヒゲバリカンっていうのがあんだよ。まこちびさん、おでーす。レイピア、おでーす。藤枝ちゃん、お疲れ。どうでもいい。だからいい、どうでもいいっていうコメントが読まれたいから言ってんの。ミコはもうあと何個目かしたらブロックだな。ダメだな。泳がしてっていうか、申し訳ねえけど、俺にはいらないリスナーかもしれないな。イタリアンパセリ、こんばんは。あのさ、イタリアンパセリってもしかしてパクチーのこと？それとはまた別？俺香草あんまり詳しくねえから。イタリアンパセリ、パクチーとは違うのか。あ、やっぱり、俺、ダメだ。俺、唯一、食えねえやつ。あのね、あとね、俺食えねえのがね、三つぐらいあるんだよ。帰れいらっしゃい。あのよ、パクチーまずダメだろ？あと、沖縄のよ、豆腐よ。が食えねえ。あとね、もう一個なんだっけな、あれ。ピータンがダメ。サンサン。ほら、俺、あれだよ。口で生かすタイプだから。ここで行くんだよ。ここで。高野豆腐じゃねえんだよ。豆腐用っていうのがあんだよ。なんか、ごま豆腐みたいな、なんか、ちょっと赤っぽい。なんで作ってんのかな、俺。お通しかなんかで、確か沖縄旅行行った時に出てきて、食って、なんじゃこりゃと思ったよ。チーズじゃねえんだけど、なんか俺はダメだったな。あ、イタリアンパセリと、専門？あ、そう。あ、別種類なんだ。あ、コリアンダーか。パクチーなんて、うまいものが苦手なんて。いやいや、なんや、ガラな。
パクチー入ったら全部パクチーになんねえか。あ、そうそうそう、藤枝。うん。沖縄の海ぶどうもまずいよね。いや、海ぶどう俺結構好きよ。あと、俺あれ。沖縄の料理で好きなの、もずくの天ぷら。沖縄もずくの。うん。もずくの天ぷらは好きだな。お、これうめえじゃんって思った。海ぶどうはうまいっていうかな。プチプチ感がな。カメムシ味で肉の腐敗臭って腐ってんじゃねえか。腐敗臭が出てんだったら。じゃあもういいよ。普通の肉食いたいよ。そしたら。海ぶどう食べたいな。最近は、あれだぜ、海ぶどう養殖してるじゃん。あれ天然じゃねえからな。海ぶどうって。ほぼ出回ってんのは。養殖だから。養殖海ぶどうって。うん。国吉に聞いたら、ヤギ刺しがうまい。あ、ヤギ食うんだよな。ほら、行ったことね。あの、ヤギ汁もあるんだろう。田辺ちゃん。ヤギ汁。確か。俺は、食わなかったけどな。腐りかけだから、腐っちゃったらダメだろ。かけか、腐ったかの、境界線は俺いいわ。うん。組合、おはようす。お茶店、ありがとう。そこでシーズニングの出番だわ。ね、なんか最近はほらあれじゃん、熟成肉とか熟成マグロとか流行ってっからな。うん、今さ、ヤングコーンの皮付きで焼いてマヨネーズつけて食べるのうまいよね。ああ、あの、外側の緑色のがついたまま売ってるやつだろ？うん。あれよ、皮付きで焼くんじゃなくてもよ、剥いてよ、銀紙にくるんでよ、あの、焼いて食ってもうまいで。あの、皮剥くと、世話しねえだろ。タイの池作りとかクソまずいよね。ゴム食ってるみたいで、熟成したのがうまい。どうだろうね。皮付き、皮は食わねえだろ。だって剥くんだろあれ。皮ひげもうまい。ああ、そりゃあるよな。うん。トンゲー、ポンポンもありがとう。ヤングコーンか。ゲルゲがコーンをむしゃぶっていました。配信中に？ああ。
ヒゲはサラダに入れるといいですよ。あえてそこだけ持ってかねえだろう。なんかさ、俺の中ではさ、なんだ、ヤングコーンってさ、中華丼に入ってるような、広東麺とか、千本じゃねえの？わかんねえけど、まあ、読み方は俺が間違ってるのかどうかわかんねえけど、千住って読むのね、でも多分また千本って読むと思うよ。俺のことだから、すぐ忘れるから。水汲んでくるわ。うん。ティッティッティー。